はい。こんにちは。失礼ですが、どなたかのご家族の方ですか？あ、いえ、そうじゃありません。ご家族ではないということですね。久世刑事のおばあさんの吉江さんはこの老人ホームで暮らしているはずだ。こちらに入居されている方にちょっとお話がありまして。その方とはお約束をされているんでしょうか？面会のご予約の記録はないようなのですが。あ、いえ、約束はしていません。え？ああ、大変申し訳ありません。当施設ではご面会のご予約のない方のお取り次ぎはできない規則となっておりまして、大変申し訳ありませんが、お引き取り願えますでしょうか？入居者の方だろうか。楽しそうに話をされている。受付カウンターだ。受付カウンターだ。機嫌そうに僕を見ている。ごめん。携帯電話は充電切り。申し訳ありませんが、お引き…おじいさんやおばあさんたちが和やかに談笑している。確かに家族でもない者がいきなり面会ってわけにはいかないか。突然押しかけてすみませんでした。出直すことにします。申し訳ありませんね、規則でして。今度いらっしゃるときは入居者の方にお知らせください。ご予約を承りますので。はい、失礼します。